孫のほのかがオムライスに手をつけていないのを見たのか、店員が強めの口調で話しかけてきた。ご注文された分はきちんと食べていただかないと困ります。普通、そんなことをお客様に対して言うだろうか。下手に噛みついても無駄なので、私は低姿勢で応答した。すみません。私の分が来るのを待っていただけだと思います。申し訳なさげに私が伝えると、ふんと鼻から息を吹き出し、店員は去っていった。なんて態度の悪い人なんだろう。気を取り直してほのかに声をかける。さあ、食べましょうか。ところが、ほのかはうつむいたままだ。どうしたの？どうも様子が変だ。そして再び、先ほどの店員が何かを持って私たちのテーブルへとやってきた。お子様セットについているおもちゃです。乱暴にガチャガチャのカプセルをテーブルの上に置く。何事かと店員の顔を見ると、彼女はうすら笑いを浮かべながらほのかを見ている。それはとても不気味なものだった。ほのかも何かを感じ取ったのだろう。こんなのいらない。そう言うと、テーブルに置かれたカプセルを床へと投げつける。普段は絶対にそんな乱暴なことをしない子だ。こらこら、そんな乱暴なことしたらダメよ。ほのかをなだめながら投げつけられたカプセルを拾い上げようとした。だがその瞬間、ばあば、逃げよう。カプセルを拾おうとする私の腕をつかみ、ほのかが叫んだ。投げ捨てられたカプセルに目をやると、中から紙切れが飛び出していた。何か書かれている。ばあば、ダメ！ほのかが止めるのも聞かず、私は折りたたまれた紙切れの中を見て、ゾッとした。とある日の土曜日、私は息子の浩二の家へと向かっていた。もうすぐ春がやってくると感じさせる暖かい日だった。それじゃ母さん、今日もよろしくお願いします。私が到着するや否や、嫁のかなえと浩二は共に家を後にする。月に一、二回ある土曜日出勤のためだ。おばあちゃん、今日のお昼ご飯は何？両親を見送った後、孫のほのかが愛らしい笑顔を私に向けてくる。今日もお外に食べに行こうか。私の答えにほのかは喜びの舞を見せてくれた。私の名前は徳田元恵、今年で63歳だ。息子夫婦が忙しい時、こうして私がほのかの面倒を見に来る。夫を早くに亡くし、一人で過ごす時間が長かったのだが、孫との時間ができたことは、私にとっては幸せ以外の何物でもなかった。息子の浩二は、私に負担をかけまいと、ずっと頑張り続けてきた。私に気を使う必要はないのに、高校を卒業してからは働き詰めだ。そういえば、最初に就職した職場はひどいところだった。あれがブラック企業と呼ばれるものなのだと、親ながらに実感したものだ。毎日朝早くに出勤し、日付が変わる頃に帰ってくる。割と体格のいい子だったのが、そんな生活を続けていくうちに、みるみるやつれていくのが目に見えてわかった。見るに耐えきれなくなった私は、なんとか説得し、浩二はその職場を退職することをようやく決意してくれた。その職場で働き出してから、すでに3年が経っていた。退職するにあたって、何やら会社と揉めていたようだが、ようやくそこから解放された時には、私も胸をなで下ろしたものだ。一時的に無職になってしまう。浩二は、そうやって私に申し訳なさそうにしていたが、心身ともにやつれていく我が子を見ている方が辛い。そのことを伝えると、次のところはじっくり考えて決めようと思う。と、心なしか安心したような顔で微笑んでいた。
もともと頑張り屋なので、興味のあるジャンルの資格を取るために勉強しながら就職活動を続け、ようやく新しい仕事先が決まった。一度目のことがあるので心配していたのだが、新しい仕事先は驚くほどにクリーンな職場だったようだ。きちんと定時で帰ってくるし、サービス残業もない。工事は気持ち的に余裕もできたのか、生き生きとした様子で毎日仕事へ行っていた。彼の能力は評価され、出世コースに乗ったことを嬉しそうに私に話してくれるようになった頃。実はもう一つ大事な話があるんだ。と急に真面目な顔つきで言ってきた。私はこういうことには敏感だ。きっと彼女を紹介したいとでも言い出すのだろう。大事な話？と、とぼけたふりをして聞き返す。母さんに会わせたい人がいるんだ。私の勘は当たったようだ。これまでにも浩二は何人かの女性とお付き合いしてきている。特に言及するわけでもなかったが、なんとなくわかるものなのだ。だが今回、初めて私に会わせたいと言ってきた。ということは。母さんはいつでも大丈夫だから、連れてくる日が決まったら教えてね。さらっと言ったものの、なんだか嬉しいような、寂しいような、そんな気分だった。後日、工事に連れられてやってきた女性は、礼儀の正しいお嬢さんというようなイメージで、きちんと挨拶のできる子だった。私は常日頃から、工事にも挨拶だけはきちんとしなさいと教え込んできた。なので第一印象はバッチリだった。品定めをするつもりはなかったが、どうしても身なりや振る舞いに目がいってしまう。はじめまして、吉本かなえと申します。彼女も緊張しているだろう。小さな体に力が入っているのがわかる。はじめまして、浩二の母です。ちょっとじろじろ見すぎてしまったかと思った私は、お互いの緊張がほぐれるようできるだけ明るく挨拶をした。浩二、リビングで座って待っててもらって。二人がリビングで待っている間、私はお茶の準備をした。お茶を運んでいくまでの間、二人は何やら小さな声で話していたが、私の姿を確認すると、すっと静かになった。どうぞ、とお茶を置き、ありがとうございます、と声が聞こえる。だが、それからしばらく沈黙が続く。世の母親たちは、一体どうやってこういう場を盛り上げるのだろう。初めてのことで戸惑うばかりだ。あれ？でも、誰だってこういう時って初めてなものよね。ふと当たり前のことに気がついた私は、思わず笑いがこぼれてしまった。浩二とかなえさんが不思議そうにこちらを見る。ごめんなさい。浩二が彼女を連れてくるなんて初めてのことだから、ちょっと緊張しちゃってね。もう自然体の自分でいようと思った。きっとここから長い付き合いに、家族になるのだから。俺も緊張してるよ。けど、今日は俺たちから母さんに伝えたいことがあるんだ。来た。ここは真面目な顔して聞くところだ。母さん、俺たち結婚しようと思ってるんだ。やっぱりそうか。カナエのご両親にはもう挨拶を済ませてあって、了承をもらってるんだけど。途中まで言いかけて、コウジは驚いている。その隣で、カナエもおろおろとしている。何を二人とも慌てているのだろうか。母さん？心配そうに私の顔を覗き込む。何事かと思っていると、膝の上に置かれた自分の手の甲に冷たいものがこぼれ落ちた。え？状況を把握するのに少し時間がかかったが、どうやら
私の目から涙がこぼれているようだ。すいません。私何かやらかしてしまったのでしょうか。初対面の、しかも結婚しようと思っている相手の母親が突然泣いているのだ。カナエの焦りっぷりは今でこそ笑い話になっているが、この時は相当不安になったのだろう。あら、どうしてかしら。自分でもよくわからないわ。そう言って私は泣きながら笑った。浩二の結婚に反対する気は毛頭ない。むしろ、やっと私以外の人と幸せになる道を見つけたのだと嬉しかったものだ。この涙は嬉しいもののはずだ。だが、自分の心の一部が持っていかれるような、そんな気持ちも否定できなかった。一度席を外し、気を取り直して二人のもとへ戻ったが、まだ心配そうな顔をしている。わざと明るい声で私は言った。かなえさん、私、浩二のことを信じてるの。この子が選んだあなたなら、これから何があっても大丈夫だって。かなえはまだ言葉の続きを待っているようだった。二人とも必ず幸せな家庭を作るって約束してね。かなえの表情がパッと明るくなるのが分かった。母さん、ありがとう。さあ、堅苦しい話はおしまい。そう言って私は二人の馴れ初めや結婚に至るまでの出来事などを根掘り葉掘り聞き出したのだった。浩二がかなえさんを送りに行っている間、私は主人の家に向かって独り言をつぶやく。あの浩二が結婚ですって。時が経つのは早いものですね。家の夫が微笑んだような気がした。かなえさんは浩二と同じ職場で働いていて、結婚しても仕事は続けるつもりだということだ。浩二は同居を匂わせてきたが、私の方から断った。若い二人の邪魔をしたくはないし、これで一人の時間が持てると思っていたところだ。気を使うのも使われるのも、どちらもご遠慮したかった。二人は、うちから自転車で行ける距離に新居を決め、浩二は巣立っていった。それから、あれよあれよと時は進み、孫のほのかが生まれた。孫というものはなんて可愛い生き物かと驚いたものだ。かなえさんの育休が終わる頃、私は浩二に確認してみた。ほのかの預け先は決まってるの？好きあらば、ほのかを預かってやろうかと思っていたのだ。善意や気を使っているわけではない。私がほのかと一緒にいたいのだ。ところが浩二は私が心配しているのだと思ったようで。母さん、心配無用だよ。うちの会社は託児所があるんだよ。と、私にとって残念な返事をしてくれた。浩二の再就職先は本当に立派なホワイト企業のようだ。私の出る幕はないのか。浩二の隣でそのやりとりを見ていたかなえさんが、肩を落とす私に希望をもたらしてくれたのは、それから数日後だった。お母さん、今週の土曜日って空いてますか？電話で確認され、私は特に用事もなかったので、何事かと要件を聞いた。実は、私も浩二さんも土曜日に急な仕事が入ってしまって、土曜日は託児所もお休みなんです。私はすぐさま返事をした。ほのかね、ほのかを預かっていたらいいのね。電話口だが、思わず身を乗り出してしまう。お願いできますか？お安いご用だ、と江戸っ子のような返事を勢いよくしてしまいそうだったが、平常心を保つ。ええ、大丈夫よ。私の声はきっと上ずっていただろう。電話の向こうのかなえさんも嬉しそうだ。それからというもの、
時々ほのかを預かることになり、今に至るのだった。お昼前になり、私はほのかを外へ連れ出した。先ほど約束した通り、近くのファミレスへ歩いていく。本当は家で食事をしたいのだが、以前工事の家でほのかの面倒を見ている時に、不審電話があったり、覚えのないピザが届いたりしたことがあり、気味が悪いのだ。向かっているファミレスは、以前私がパートで働いていたところでもあり、使い勝手がいいのでよく利用するようになった。店に到着すると、いつものように店員さんが広めのソファー席へと案内してくれた。土曜日のお昼時だが、そこまで混雑はしていない。ほのかちゃん、さあ、今日は何を食べますか？横並びに座り、メニューを差し出す。お子様メニューがいい。ほのかはメニューをペラペラとめくり、お子様メニューのページを開いた。これにする。そう言って指を指したのは、いつものお子様オムライスだった。ほのかは本当にオムライスが好きね。にっこり笑うほのかの顔を見て、私は自分の食べるものを選ぶ。もうすぐ春がやってくるとはいえ、まだ肌寒い日が続く。私は季節限定のあんかけ焼きそばに決めた。タッチパネルでオーダーを済ませ、二人でドリンクバーへ向かう。ほのかはオレンジジュース、私はウーロン茶をそれぞれ入れ、席へ戻った。ほのかがオムライスが好きって、ばあば知ってたっけ？もちろん。たわいもない会話だが、私の顔は緩みっぱなしだ。そうだ、ほのかちゃん。ご飯の前にトイレ行っといで。ほのかはいつも食事中にトイレへ行きたがるので、先に行くように促した。はーい。元気のいい返事をして、ほのかはトイレに向かった。オムライスが楽しみなのか、心なしか足取りが軽い。その後ろ姿がまた愛おしかった。トイレから戻ったほのかの前にオムライスが運ばれてきた。だが手をつけようとしない。私の分が来るのを待ってるのだろうか。先に食べていいよ。そう声をかけたのだが、ほのかは戸惑っているように私の顔を見つめる。その時、店員さんが私のあんかけ焼きそばを持ってきた。ほのかがオムライスに手をつけていないのを見たのか、その店員が強めの口調で話しかけてきた。ご注文された分はきちんと食べていただかないと困ります。普通、そんなことをお客に対して言うだろうか。私は驚いたが、食品ロスが問題になっているともよく聞くので、そういう声かけをするように上から言われているのかもしれない。下手に噛みついても無駄なので、私は低姿勢で応答した。すみません。私の分が来るのを待っていただけだと思います。きちんと食べさせますので。申し訳なさげに店員を見ると、ふんと鼻から息を吹き出し、店員さんは去っていった。ものすごい美人だが、なんて態度の悪い人なんだろう。私は呆れたが、気を取り直して、ほのかに声をかけた。さあ、食べましょうか。ところが、ほのかはうつむいたまま、オムライスに手をつけようとしない。ほのか、どうしたの？どうも様子がおかしい。そう気づいたとき、先ほどの店員さんが手に何かを持って私たちのテーブルへとやってきた。お子様セットについてるおもちゃです。ぶっきらぼうに言うとガチャガチャのカプセルをテーブルの上に置いた。おまけのおもちゃであるガチャガチャはレジの横にあり、コインと引き換えに子供が自分で回すシステムのはずだ。それは私が働いていた頃から変わらない。前回も会見が終わってからほのかと一緒にやった記憶がある。何かがおかしい。私は思い切って店員さんに聞こうと彼女の顔を見た。彼女は
薄ら笑いを浮かべながらほのかを見ている。それは小さな子供を慈しむような微笑みではなく、何かを企んでいるような不気味なものだった。私がゾッとすると同時に、ほのかも何かを感じ取ったのだろう。こんなのいらない、そう言うとテーブルに置かれたカプセルを床へと投げつけた。普段は絶対にそんな乱暴なことをしない子だ。それにもしそんなことをしたら私も叱りつけるのだが、今回は状況が違う。一応他のお客さんの目もあるので、こらこら、そんな乱暴なことしたらダメよ、とほのかをなだめ、投げつけられたカプセルを拾い上げようとした。だがその瞬間、バーバ逃げよ、カプセルを拾おうとする私の腕をつかみ、ほのかが叫んだ。何言ってるの。投げ捨てられたカプセルに目をやると、中身が飛び出してしまっていた。何か紙切れのようなものだ。バーバダメ、ほのかが止めるのも聞かず、私は折りたたまれた紙切れの中を見てゾッとした。そこには何やらお経のような文字がびっしりと書き連ねてあった。何これ。そういえば工事の家でほのかといる時にあった不審電話も、出た瞬間にお経のような呪文のような声が流れていた。何か関係があるのだろうか。様子がおかしいと思ったのか、店の奥から店長さんが出てきた。お客様、何かございましたでしょうか。しゃがみ込む私に手を貸してくれる。その時私の手にあった紙切れが目に入ったようだ。これは。店長さんも気持ち悪そうな顔をしている。とりあえず立ち上がった私は事の経緯を説明した。あの感じの悪いカプセルを持ってきた店員は無言でほのかを睨みつけている。申し訳ございません。店長が謝罪をしてくるが、女はほのかから目線を外そうとしない。何か危害でも加えられたら大変だ。私はほのかを抱き寄せ、女に声をかける。店長さんが謝罪してくれているのに、あなたからは何もないのかしら。できるだけ彼女の気分を害さないように気をつけたつもりだったが、私も我慢の限界だったようだ。少し口調がきつくなってしまった。それがきっかけになったのかはわからないが、女は急に大きな声で叫んだ。こいつさえいなければ!同時にほのかにつかみかかろうとした。とっさにほのかをかばう私に爪を立て、どけ!離せ!と掴んでくる。店長が女を止めようとするが、その力は凄まじく、彼一人では抑えきれなかったようだ。騒ぎを聞きつけた男性店員が何人かで女を取り押さえ、気の利いた誰かが警察へ連絡を入れたことを教えてくれた。ほのかは怯えて泣き出してしまった。ごめんね、ほのか。私は爪を立てられた箇所を押さえながら、震えている小さな体を抱きしめた。これ以上騒ぎが大きくならないうちに、私とほのかはファミレスの事務所へと案内された。あの女も一緒だ。吉池さん、なぜあんなことをしたんですか?店長さんが彼女に事情を聞いているようだが、何も答えようとしない。本当に申し訳ございません。再び私たちに謝罪をしてくる。店の責任者は大変だな。そんなことをぼんやりと考えていると、やがて警察が到着した。吉池恵美、33歳。個別に事情聴取をされたのだが、同じ室内だったので彼女の名前が分かった。私は警察に、ほのかがオムライスを食べなかったことに対して、恵美が高圧的な態度だったこと、怪しい紙切れの入ったカプセルを渡してきたことなどを話した。すると、私の隣で話を聞いていたほのかが、バーバ、違うの、と私の服の袖をつかむ。
どうしたの？と尋ねるが、ほのかは遠慮しているようだ。ほのかちゃん、お兄ちゃんにもその話聞かせてくれないかな。まだ若い警察官の青年がほのかに対して優しく声をかけてくれた。ほのか、見えたの。トイレに行くとき、あの女の人がオムライスにエビを入れてたの。たどたどしくほのかは証言した。私も知らなかった事実だ。だから食べなかったのね。エミが舌打ちをしたように聞こえた。警察官の青年はピンと来ていないようだ。この子、甲殻類のアレルギーがあるんです。ようやく理解したのか、彼は店長に声をかけ、二人でそのオムライスが残っているか確認しに行った。残念だったわね。もう処分されてるに決まってるでしょ？二人が事務所から出て行った後、ずっと黙っていたエミがこちらへ向かって話しかけてくる。偉そうに腕と足を組み、見下すような目線だ。こちらの質問にも答えていただけますか？呆れ返ったように彼女の事情聴取をしていた警察官がため息をついた。だから、私から話すことは何もないってば。黙秘よ、黙秘。エミは再び黙り込み、ゆるくパーマのかかった自分の髪を退屈そうにいじり始めた。そんな彼女の態度が急変したのは、店長と青年警察官が事務所に戻ってきた時だ。警察官の手には、手つかずの冷め切ったオムライスの乗ったお皿があった。え？エミは信じられないようなものを見る目をしていた。警察官立ち会いのもと、店長がオムライスを割ってみせる。中には、エビだけではなく、カニクリームコロッケに使用しているカニの身も入っていた。このお店のオムライスには、エビやカニも入ってるんですか？確認のためだろう、警察官が店長に尋ねる。いいえ、入ってません。店長はがっかりしているようだ。そしてその部屋にいる全員がエミの方へと視線を向けた。エミはうつむき微動だにしなかったが、やがてその肩を震わせた。吉池さん？店長が声をかけると小さな声が漏れた。泣いているのかと思ったのだが、どうやら違う。エミは笑いをこらえていたのだ。顔を上げ、とうとうこらえきれずに大声で笑い始めた。あははは、ほんと笑っちゃ、バレちゃった。弾むような、いたずらがバレた時のような、それは楽しそうな声だ。もうわかったわよ。全部話してあげる。でもその代わり、おじさんじゃなくて、あっちのイケメンがいいな。私たちの話を聞いていた青年警察官を指さした。いい加減にしなさい。おじさんと呼ばれた方の警察官が彼女をいさめる。もう、そんなに怖い顔しないでよ。エミはウィンクをしてみせるが、ベテラン警察官には通用しないようだった。なんて女なんだろう。私はただ、その場面を呆然と見つめるしかなかった。エミがペラペラと自慢げに話した内容は、常識を逸していて私には理解できなかった。彼女は工事の元彼女だと証言した。前のブラック企業に勤めていた時の同僚だそうだ。工事はそこでは無能扱いされていたので、エミの方から別れを告げたらしい。だが、新しい職場で工事が出世していると風の噂で聞きつけ、よりを戻そうと接近した。なのにあいつったら。エミは自分が悪いことをしたと微塵も思っていないようだ。この私がせっかくよりを戻してあげようってのに拒否したのよ。ふんと鼻息を吹き出す。それはそうだろう。工事はすでにカナエと結婚し、ほのかも生まれていたのだ。子供さえ何とかすれば、あんな地味な女じゃなく、私を選ぶと思ったのよ。わかるでしょ
という感じで話しているが、きっと誰も共感などしていない。エミは、コウジやほのかに気づかれないよう、その行動を監視し、気に入らないことがあると嫌がらせをするようになった。私が受け取った覚えのないデリバリーや不審電話なども彼女の仕業だったのだ。やがて私がほのかを連れてこのファミレスへ来るようになると、自分もここで働き始め、ほのかの好みやアレルギーまで把握するようになった。私はゾッとした。何気に、ほのかのアレルギーについて自分の口から発してしまったことを後悔すらした。私に寄りかかるほのかをぎゅっと抱きしめる。やっと今日チャンスが巡ってきたと思ったのにな。すべてを自白したエミは残念そうにため息をついた。彼女の話がすべて終わると、警察官は彼女を連れて事務所を出て行った。その時、ほのかを睨みつけ、また不気味な笑みを浮かべていたのを私は見てしまい、ほのかを抱きしめる腕に力がこもった。お店の人たちに迷惑をかけてしまったことをお詫びし、またオムライスを破棄せずに置いていてくれた方にお礼を伝え、私とほのかは浩二の家へ帰った。かなえと浩二が帰宅するのを待ち、今日あった出来事を話す。あいつ、そんなこと。浩二は拳を握りしめ、怒りに震えていたが、その手をカナエが優しく包み込んだ。話には聞いていたけど、ひどい女ね。カナエは浩二から話を聞いていたそうだ。俺がもっとしっかり拒絶してれば。いいえ、あなたは悪くないわ。私ももっと気をつけるべきだった。お母さんに任せっきりで、怖い思いまでさせてしまって。コウジもカナエさんも自分を責めていた。私も同じだ。ほのかを預かっておきながら、きちんとその身を守ることができていただろうか。重苦しい空気の中、やがてカナエさんが口を開いた。とにかく、ほのかが無事でよかった。それだけで十分。同じことを繰り返さないため、私たちは話し合い、コウジたちは引っ越しをすることにした。エミは子供に危害を加えようとした罪で重い実刑を言い渡される。そのことに納得がいかなかったのか、裁判所で反狂乱になり暴れる彼女の姿は、まるで悪魔に取り憑かれたようだった。傍聴席でその様子を見ていた私とカナエさんは、再びあの悪魔にほのかが襲われないよう自宅をリフォームすることを決めた。エミはその後、刑務所の中でもブツブツと呪文のようなものを唱え続け、その精神状態はもはや正常ではないと判断され、やがて精神病棟へ移された。きっと、そこから出ることはできないだろう。あの反狂乱になった彼女の姿を見ていた私はどことなく確信した。だが、やはり安心材料は必要だ。防犯カメラやアラーム、何かあれば警備員が駆けつけてくれるようにセキュリティ対策を施した家に浩二たちはやってきた。カナエさんは仕事を辞め、時間に融通が利くパートへと働き方を変え、ほのかと過ごす時間を増やした。もう二度とあの子に怖い思いをさせるものか。きっと私たちは同じ思いを今でも持ち続けている。ばあばあ、何怖い顔してるの？あれから五年、もうすぐ小学五年生になるほのかが私の顔を覗き込む。あれ？そんな怖い顔してた？そう茶化してみせ。早く準備をしてご飯食べに行くんでしょ？と話をそらしつつ、カナエさんとほのかの妹であるひなたにも声をかける。今日は土曜日だ。暖かい春の日差しを浴びながら私たちは歩き出す。ほのかがひなたの手を引いて歩いている。私とカナエさんは並んでその背中を見守り続けた。